こんにちは、富吉ミュージックスクールの三井と申します。今日からちょっとリズムのことについてお話をしてみたいと思います。ですから今日からちょっとこのメトロノームを、使って、話を進めていきたいと思います。メトロノームを今まで使ったことのない人ある人、いると思いますけども、これは今60ぐらい、60に合わせてありますね。60ですね。これを1234っていうふうに取った方っていうのはかなり多いと思うんですけども、これを24で取る、まあよく、話にはちょっと聞いたことあるなっていう方もいると思いますね。1234 1234 1234、こんな風に、取って、練習していきたいと思います。メトロノームに合わせるのっていうのはとても難しいからできないよって、メトロノームに合わせるってそんな機械みたいなことできないよって、バンドでやったってドラムの人だって、走ったり遅れたりリズムが揺れるじゃないかって、そんな練習をして何になるんだいっていう方いると思います。自分もそういうふうに思いました。ですから私の考えとしては、このメトロノームに合わせるっていう考えはもう捨てちゃいましょう。その代わりメトロノームとシンクロさせるって言ったらいいんですかね。例えば今ちょっと メトロノーム鳴らしますね。1、2、3、4、もうちょっと遅くしましょうかね。これ と、メトロノームに合わせるとなると、これに、16分音符を入れたり、3連を入れたりなんて考えて、どっから入ればいいんだなんて、もうそれだけでも頭がパンクしてしまいますから、メトロノームとシンクロさせる、つまりコール&レスポンスっていう言葉を聞いたことありますかね。受け答えっていうんですね。例えばちょっと実際にやってみましょうね。ちょっと全音符で鳴らしたりとか、ちょっと3連符を入れたりとかってしましたけども、ギターが鳴った次にメトロノームが鳴るみたいな感じですね。もう一回やりますね。こんな感じです。これっていうのは絶対ギターがここの位置じゃないといけないとか、メトロノームがここの位置に絶対にならなくちゃいけないっていうことは全く関係ありません。もうそれは自分の、そうですね、センスっていうんですかね、趣味っていうんですかね。で鳴らすのと、ギターの音をちょっと速くしてあげたり、ギターの音をちょっと遅くすることによって、メトロノームの反応っていうんですかね、その受け答え方がちょっと聞こえ方が変わると思うんですよね。そういうふうに自分のギターをコントロールしてあげる。これはゆっくりだからできるんだろうっていうのも あるかもしれないんですけども、あんまり関係ないんですね、テンポには。今全音符で鳴らしてますから、指が動かないとかそういうのは全く関係ないですよね。ある程度ギターを弾いた人だったら、このぐらいの音っていうのは出せますからね。
ギターを1のところを鳴らしてメトロノームが2と4のところで受け答えをするっていう感じですね。1、2、3、4。もっと速くしても。メトロノームに合わせるっていう感覚ではなく、メトロノームとシンクロさせるっていう形でやると意外に、そうですね、まあそこの意識の違いだと思うんですけども、自分はまあ自分なりの音楽哲学ではないですけども、なんかを感じ方を少し変えてみる、メトロノームに合わせるっていうのはとても難しいから、メトロノームに合わせるのではなくてちょっと意識を考え変えてメトロノームとちょっとシンクロさせてみよう、最初はゆっくりやってみよう、つまり受け答えですねに対してダンカッガンカッガンカッっていう感じでギターが鳴ったらメトロノームが鳴る、そういう感覚でメトロノームを使ってみるととても面白いと思いますし、メトロノームに支配されるっていうのがだん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 薄れてきて、メトロノームが友達のように聞こえてくると思います。そうですね、それでもしそのメトロノームがなかなか友達みたいにならないよっていう時にはメトロノームが悪いのかなって、まあその人間関係でもそうだと思うんですけども、他人のせいにするには結構簡単なんですよね。でもそれを自分のせいだと思って、話を進めていって、自分がここ話し方を直せばいいんだ、自分の態度を直せばいいんだっていうと意外と人間関係ってうまくいくもんで、他人のせいにしないで、あ、自分がちょっとここが まずかったんだな、あの人との接し方ここがまずかったんだなって変える、考えると、意識を変えると結構他人を考え変えるのは結構難しいんですけども、自分を変えるっていうのは自分ですからね、自分の意識を変えてみる、それと同じようにメトロノームも、メトロノームがなんかとてもシンクロしないんだけども、メトロノームが悪いのかなじゃなくて、自分のその音の出し方に何か問題があるのかなって思った方がいいと思いますね。その時に音符的に考えるのではなくて、自分の音をそうですね、いろんなところで出してみる、早く出してみたり遅く出してみたり、それによって、あ、今のはすごくメトロノームがとってもフレンドリーに聞こえたよっていう箇所があると思います。それを覚えておいて、いつでもそのフレンドリーな状態で、ギターの音が出せるととっても結果的に演奏が良くなると思います。それはもう、練習で毎日そのメトロノームを鳴らして、みたいな感じで、そのメトロノームがフレンドリーになる位置っていうのを
自分でちょっと探してみるといいと思いますね。メトロノームの今日は使い方についてお話をしました。メトロノーム今結構ダウンロードをするダウンロードですぐ手に入りますので、そんな高価なものを買わなくてもいいと思います。頑張ってみてください。